スノーマンの最新 MV に隠された、平野紫仕様への密かなエールとコミュニティの温かい反応にフォーカス。星を見上げるんじゃなく、目黒連さんとデートしてみれば、スノーマンの新曲、ウェビルゴーショウ、MV に込められた密かなメッセージがファンを驚かせています。人気グループ、スノーマンが台東区公式アカウントに動画を公開し、ファンを沸かせています。ラブトリガーバラエティダンスを披露する彼らの動画は、 まさに笑いとキュンキュンの渦に包まれています。特に目を引くのは、メグロハスさんの笑顔と仲良しポーズ。この動画に寄せられるコメントからも、ファンたちの心がキュンキュンと躍動していることが伝わってきます。新曲、ウィミルゴーショーの MV では、メンバーが様々な夜デートシチュエーションで見せる中、目を引くのは、メグロサンことメグロハスさんのシーンです。彼のテーマは、メグロレプラネタリウムで、そのプラネタリウムデートの一場面が公開され、 ファンの心をくすぐっています。一枚目のショットでは、目黒さんとプラネタリウムで星を眺める様子が捉えられています。ファンたちはこのシーンにコメントを寄せ、星を見上げるんじゃなく、目黒さんとデートしたい、と興奮気味になっています。しかし、ここには単なる美しいショット以上の意味が込められているようです。以前、目黒さんが出演した音楽番組でのエピソードを振り返ると、 彼がスノーマンとしてデビューしたばかりの頃に、キングプリンスとの交流がありました。特に、平野潮さんとの仲良しエピソードが話題になり、二人の進行が続いていることがわかります。平野さんは、ジュニア時代から目黒さんと仲が良く、舞台での共演やお昼寝エピソードが語られています。そして、MV でのプラネタリウムデートが、かつて共演した平野さんへのメッセージとして捉えられているのではないかとファンたちは予想しています。 さらに、二人の仲良しエピソードには驚くべきものが、ジュニア時代、平野さんが本番中に目黒さんの腕毛を抜いたというユニークな出来事がありました。笑い話となっている今でも、その中の良さが伝わってきます。一方で、MV 中でのプラネタリウムデートは、目黒さんが過去に公言した、星空をまた見ようねという約束に基づいている可能性が浮上しています。平野さんとの親交が深い彼が、 ファンに向けてさりげなく過去のエピソードを織り交ぜ、楽曲に新たな深みを与えていると言えるでしょう。スノーマンの新曲、ウェミルゴーショーは、メンバーたちの個性と友情が交錯する中で生まれた、特別な作品と言えそうです。ファンたちはこれからも彼らの新たな活動や楽曲に期待を寄せ、彼らの成長と友情を応援し続けることでしょう。最後に、ファンからは、こんな進行があったなんて知らなかった。 といったコメントが多く寄せられ、彼らの真摯な友情に感動する声が広がっています。スノーマンの新曲、ウェビルゴーショーは、単なる音楽だけでなく、メンバー同士の絆や過去の思い出も一緒に楽しめる作品となっているようです。ファンはこれからも彼らの活動に期待を寄せて、音楽と共に彼らの素敵なエピソードも楽しんでいくことでしょう。